メルトランの奇襲を受けて混乱するゼントラーディ艦内。その混乱に乗じて脱出したヒカルたちはバルキリーを奪取し、脱出を試みるが。ヒカル、出動するんだ。そうか、失礼します。ヤクデカルちゃん、いて、ひでえな。さっさと発進しなさい。ちょ、言われなくたって。ミンネを助けなくっちゃ。ヒカル、ガンポッドだ、持ってけ。マーカメディア・テレルケ・マドラスでアルケス。女だ。男と女が戦っている。今のうちに脱出だ。ホルトギルツマイプラン。うわ、先輩、来るな。ミンメを助けに行くんだ。いけないわ。少佐の死を無駄にしては。ミンメイさんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。Thank you.
その壁の向こうにいるはずよ。光る！あ！これは！ボールドだわ！この缶がボールドしようとしている！みんな！東郷軍太平洋艦隊所属攻撃空母プロメテウス。まさかここが私たちの地球だなんて。生存者を探す光たちは海上に巨大な遺跡を発見した。それは太古に飛来した都市宇宙船の廃墟であった。通信機でマクロスと連絡を取る二人の前に現れる宇宙船の意志、それはゼントラーディたちと人類の祖先であるプロトカルチャーの戦いの歴史を語っていった。遺伝子操作で生み出した巨人たちに滅ぼされたプロトカルチャーは地球に逃げ延び、人類の目を残して死滅したのだ。誰もいない廃墟の町の誰もいない一軒の家で食器だけを並べた偽りの晩餐に、光は軍人でなく壊れそうなぐらいに純真なミサの心を見た。そして光とミサは互いの唇を重ねていた。その時、ミサの手にはプロトカルチャーたちの言葉で書かれた一枚のプレートが握られていた。